やっと試験終わったね。ねえ。試験も終わったことだし、今からカラオケ行かない？あ、いいね。行こう行こう。皆さん、こんにちは。琴の波です。今日は JLPT N2 の文型、ことだしを教えます。この文型は、から、ので、と意味は同じですが、から、のでよりも簡単な理由を話すとき、または他にも理由があるというニュアンスのときに使います。試験も終わったことだし、カラオケに行かない？と言いました。カラオケに行く理由は試験が終わったことですが、他にも理由があるというニュアンスがあります。ああ、雨が降ってきた。ああ、本当だ。雨も降ってきたことだし、そろそろ帰ろっか。雨も降ってきたことだし、そろそろ帰ろうか。帰る理由は、雨が降ってきたことですが、その他にも理由があるというニュアンスがあります。フォーム、ショートフォーム、プラス、ことだし。なアジティブ、な、プラス、ことだし。元気なことだし、暇なことだし、ナウンのプラスことだし、彼のことだし、あの人のことだし。皆さん、今日もことのビデオを見てくださってありがとうございます。これからももっともっとビデオを作っていきますので、よろしくお願いします。ことでは、日本語を勉強するためのいろいろなコースやクラスがあります。毎日ことで勉強したい方はインテンシブコース、1週間に1回か2回勉強したい人はパートタイムコースがあります。パートタイムコースの中にも JLPT のクラスや会話のクラスなど、いろいろなクラスがあります。気になる方はぜひことのホームページをチェックしてください。ことのスタッフは英語が話せますので、お電話をいただいても結構です。どうぞこれからもよろしくお願いします。またね。Please remember to subscribe and turn on notifications.